はい、えー、どうも。ということで今回は APEC で、まあ、ソロになった時の立ち回り方とかそういうのについて話していこうかなっていうふうに思いますで、えー、まあ一応ダイヤ4ランクなんだけど実際プレデターとかいる試合とかでもあの正直ムーブ自体はまあんま変わんないかなってソロになったときはあの、まあ、稼げる時にポイントをしっかり稼いで、まあ、逃げる時はしっかり逃げるみたいな感じを意識していけば、まあ、どのみちポイントは稼げると思うんでなるべくマイナスポイントを減らしつつ順位を上げていくっていうムーブを、えー、私はソロではやってる時はいつも心がけています でえーまあ、初動の降りる場所なんですけど自分がジャンプマスターだったときは基本的に周りをしっかり見てあの敵のいない場所にほとんど降りるようにしてますでもし敵と被ってしまったとかあともう場所が空いてないってなったら本当に無名の場所とかでも全然自分は降りるようにしてますね。 っていう感じにしないと、やっぱりどうしても敵とね、かぶっちゃったってなった時にあのぐちゃぐちゃしちゃうんですよね。でぐちゃぐちゃになって、やっぱ敵のね、あの漁夫も来たってなってで、最終的に生存率が一気に下がってっちゃうんで、まあ、そういうことを考えたらやっぱり敵のいない場所に降りるっていうのが大事。で今回はリパルサーに 最初敵がいなくて、で、ハイドルダムにもたまたま敵がいなかったんで、まあ、リパルサーからハイドルダムに移動するっていう形の、えー、ムーブになってます。はい。まあ、ただ、これ、翔太君とかってのか敵いたんだよね。だから、ちょっとそこの辺も警戒っていう風に見てたんだけど、実はこれ、野良のパスファインダーが、えー、敵が、まあ、リパルサー側に来てるよって感じ。でね、ちょっとここね、俺も悪いなと思ったのがね、VC でジップ引いてっていう風にね、一言で言えばよかったんだよね。で、ここでね、ジップ引いて、高射取って、さっきリパルサー側に流れてった。 敵を、まあ、上から刺していくというふうなムーブができたんだけど、まあ、ちょっとうまく意思疎通ができなかったとだからやっぱり本気で勝ちムーブを狙うんだあればあの率先的に VC とかチャットとか使わないとやっぱここら辺は厳しいんじゃないかなっていうふうに思いますねで一応まあそういう対策として今今回2人でやってるんですけど、まあ、ジブラルタルがねうちのリスナーなんですけど今レイスがレイスジブっていうふうな構成できてるけどレイスパスとか もう移動すぎきる系キャラは全部自分たちで持ってって味方任せにしない野良任せにしないっていうのもまあ一つの手かなっていうで特にねソロでやるってなった時は、まあ、パスファインダー起用するのも全然ありなんじゃないかなっていうね感じはするよねで一応ここで国を引くんだけどこれねちょっとね次元ポータル ポータルのね、あれがミスってて、もうちょっと早めに引けばよかったんだよね、これ。あの、敵がもうそこにいるよってなった瞬間にすぐにポータル引いて詰めるムーブしてないせいで、これただのポータル無駄になっちゃうんだよね。だこれは良くないっていう。結局敵側はジップ引いて逃げちゃってるから、まあ、本当はここなんだよ。ここで、えー、ポータル引いて、ポータルで詰めるって言った方が安全だし、めちゃくちゃ強いムーブではあるんだよね。 で、現にね、もう、まあ、言っちゃうんですけど、実際ここの、あの、無名の家のところで、あの自分たち潰されます、二人。で、俺以外全員死んじゃうんで、やっぱここは、あの、レイスの人がしっかり見極めなきゃいけないポイントなのかなっていうふうには思うよね。うん。まあ、ちょっとこれは本当俺の反省点では。で、一応屋根取りますと、で、これ屋根取った理由は単純に上からだったら敵を見下ろせるからっていう意味で、えー、取ってます。ただちょっとエイムがががばっちゃって、まあ救急結構外してしまうと。 で、まあ、追っかけて、1枚持っていくと。で、これ、味方のカバーナイスだったね。これは降りてきてくれて、ほんとありがたい。で、ここね、固まって動くのも大事だよね。こうやって、あのー、味方と一緒にフォーカスを合わせて、1人の敵を狙うっていうことをまず重視しなきゃいけない。プラス、周りから来た敵がいたら、もうそれを報告してあげるっていう。こんな感じでね、あの横サイドからつっついてあげると。 でまた別なやつから刺されたんで一応航空で引いてただジブラルタルがちょっと危なかったんだよねでそれでなんとかドーム引いて耐久できるとでやっぱりねドームの中ではやっぱレイスここねこれやっぱピースキーパー持ってないとやっぱこういうシーンは辛いんだよねまあエヴァ8でもいいんだけどやっぱショットガン系統の武器は持ってなきゃヤバいとで HP がめっちゃメリーになるとそうここもね難しくてもうこうなった時に あのー、ポータルがあれば逃げれるんだよ、こういうシーンで。で、結局、ポータルがないせいで、ジブラルタリバー持ってかれちゃうんですよね。で、あのー、これ、別パなんですよ、このパスファインダーが。でやばいやばいってなって、もう逃げる判断をすると。で、やっぱり、野良が、パス野良パスなんで、やっぱりちょっと意思疎通ができないために、えー、実はここでパスファインダーもダウンしてしまうと。 で、えー、もうここまで降りて、プラスあんなに敵がいた状態で戻ることができないんで、まあ、このまま下降りちゃって、えー、どうしようかという感じですね。でここからのムーブが大事なんですよ。ソロでやるときは。で意外とソロでやたまたまこういう風になっちゃって、もう味方が誰もいないってなった人のやありがちなやり方が、あのー、敵がいてもあんま打たない。打ちすぎるのは良くないんだよね。であと データーランクとかが入ってきてしまうと打ちすぎたら逆にあいつ1人だとか言って逆に詰められたりとかする場合があるんであんま打ちすぎてもダメなんだけどただなんかずっとね逃げに徹しちゃう人とかっているんですよで逃げに徹しちゃうと何がダメかっていうと相手にパスファインダーとかを起用してたあとオクタンがいる場合とかだったら絶対追いつかれるんだよねそう本当にこれは間違いなく追いつかれてで まあ追いつかれなくても弾を打たれたらやっぱダメージを受けたら回復しなきゃダメじゃないですかで回復するってモーションを挟んでしまうと追いつかれちゃうんですよだから結局は追いつかれるんである程度敵に安全なポジションから打ち込みを入れてこっちに来るなよっていうふうに牽制しとくっていう意味も含めてえ結構私はソロで立ち回る時も結構意外と打ちます でここはんちょっとやばいなってなってた理由が、まあ、さっきあそこのね家のところに敵がいるとでも別パが来てしまうとでここでどうしようかなっていうふうに思ってたんだけどで俺はねこういう時は基本的にさっきも言った通り引かないで打ち続けるやっぱ打ち続けることが大事っていうもしねここでラッキーキルで1枚持ってけたらキルポ自分その分1増えるんで、まあ、そういうね あの少しずつ小さいところからキルポを稼ぐことも結構大事なのかなってことで、えー、稼いでますでここねポータル引いたんだけどこれアホなのが俺コック使えると思ってポータル引いたんだけどまさかの使えないっていうねでこれうまいプレイヤーだったら普通にあれで打ち抜いてこられるからめちゃくちゃ危ないポータルだったっていうね <laughs>、まあ、たまたまね、あのー、まっ、あ、しだったりしたから打たれづらかったってポジテ,ィティもあなんだけど分かってる敵だったら下手すらこれ詰めてくるから まああのー、引くとしたらちゃんと虚空がたまった後しかも今第1ラウンドだから全然ダメージ受けても大丈夫なんでもうちょっと周り見てから引いてもありかもしれないで、えーまあ、12部隊ので28だから結構この試合は欠けてるねなんであのまあ、ゆっくり漁るとで近くにね一応敵はいなかったとそうでこれね ここ謎なんだけど、今の当たり判定で、なぜかコースティックのガスが壊れないっていうね。そう、なんかエイペックスぐらいこれ結構あるんだけど、狙ってんのにちゃんと壊れてくれないとか、そういうのがね、コースティックの毒ガス特に多いっていうね。まあ、ワトソンのフェンスとかもよくあるんだけど、コースティックの毒ガス壊すの結構大変っていう。で、でたまたま破木が落ちてたと。ほんと、ここの時はね、マジでうまくかった。で、あのー、最近よくやる方法なんですけど、 エネルギーアーモンはねよく俺持ち歩くようにしてるんですよ。で理由としてはエネルギーアーモンを持つだけでハボックってアタッチメントなくても打てるようになるっていう最大級のメリットがあるんですよね実は。他の武器って例えば9 9とかだったらま角、あ、曲グナイト20発だっけ確かとかでやっぱちょっと球数少ないじゃないですか。でフラットラインとかも角曲グナイト20発とかでめっちゃ少ないんですよ。でやっぱり角曲グナイト打てない武器っていうのが大体のところを まあ、ピースキーパーとか、バーチ、えー、とハボックとかは、まあ、なくても打てると。っていう意味で,で、特にやっぱ中距離狙うってなったら、ハボックがめちゃくちゃ強いって、しかも今回のね、今シーズンのメタ武器なんで、エネルギーアームは、えー、極力あ,あれば、えー、結構投げ物捨ててまでも、えー、持つようにはしてますね。やっぱそれぐらいのね勢い持ってね、まあバック圧迫するんだけどね、結構大事なんだよね、そういうところが。この奥でねさっき 銃声がしててたたから魚振りに行きいいなーっていううなっう風感じでこういうね銃声とかにもなったら、まあ、すぐ魚ョに行くような感覚でやってでもしあまりにも遠く離れてるだとかあともうパーティーが23部隊いるとかってなったらすぐ引いていて今回の場合はもうエリアが来ててるからってことで引きましたはい、まあ、エリアとかもね第2縮小だったらさすがにちょっと痛いんで,で回復もいくらあるといっても1人だしそんなに持ってないからあのー。 不要なダメージあんま受けないっていうところも、えー、大事なんじゃないかなっていうふうに思います一応、はい、ここからポータルを引くんですよで、このポータル引いた意味もえっとなんか敵がね発砲音とかしてたりとかしててで大丈夫かなって一応何かあった時すぐ握れるようなポータルっていう意味で、えー、引いてますでこういうポータルは率先的に使いましょうで実際ねあの打ち合いやくなった時すぐ握れるんですよねでここで少し打ち合うと で、えー、ここで相手がレースだったから、でも相手の方がダメージ受けてるっていう風に感じて、有利ポジだったから打ち合うと。そう。で、ここで逃げると。で、こういう風な使い方ができる。で、今逃げた理由は、単純に、相手がレースだけじゃない可能性があったから、えー、逃げました。もし、あれ、仮にね、2パだったり3パだったりしたら、このまま打ち込みに来る可能性があったから、まあ、そういうね、一応、警戒として、えー、引いたっていう感じですね。 まあただ、えー、まあ結果として言うと、あのレース、1人だけだったから、引く意味はなかったっていうね <laughs>。敵の数、まあ、賭けは結構いるけど、まあ、言うてもね、あのー、いけるかどうかみたいな感じのとこもあったから、大体こういう時はね、俺は、余り物みたいな敵を探してますね、いつも。1人で走ってるやつとか、もしくは、魚ョふられて、撃たれてるやつとか、もしくは、撃ってるやつとかを、後ろから刺して、絶対1人を、 潰そうみたいな風に考えてますで、この時たまたま、えー、下で足音が聞こえてそれに向かっている感じですね。で、ほら、ここにいる。で、これがコースティックだと。で、コースティックシールド削って、えー、なんだかんだで倒すと。はい、まあ、これがハボックのいいってことだね。球数が多いから多少エイムががばってもなんとかなるっていうね。やっぱ9急とかだったらフラットラインだったらまあフラットラインは球数多いんだけどやっぱ中距離ぐらいの打ち合いってやっぱエイムがぶれたりするから。ハボックととかだと まあ、縦ブレだけなんでね、結構リココンがしやすいっていう。で、えー、まあ、ここで隠しを入れたいと。隠しも大事だからね、ランクでは。やっぱ隠し入れるか入れないかで、ポイントも全然違ってくるからね。で、一応、ポータル引いて、何かあった時にすぐ登れるようにしようと思ったんだけど、まさかのここで死んでしまうと。で、まあ、これね、敵が死んじゃったから、本当はポータルいらなかったんだよね。だから敵が、 生きてる状態だったら無理やりポータルで敵を引かせてあの持ってって上でまあイージーにキルするっていうこともできるからまあもちろんそれはねまあ状況判断的にその時と場合によって変わるんだけどねでえ今赤ピンの方向でまたベスパが打ち合っているとで本当はギョ振りたかったんだけどでちょっとねもうこの時点で打ち合いが終わっちゃったんだよねで打ち合いが終わったからどうしようかなみたいな感じで思って まあでも一応撃ち合うかって感じで家の中覗きます。で敵がいたから少し薄返すと。ただ、えー、発砲音的に、まあ2、2以上いるっていう風に分かったんですよね、この時。で、2以上いるからやばい。しかも上にね、もう来てるんですよ。で、えー、敵が降ってきます。で、えー、敵がピースキーパー。で、ピースキーパー持ってる時は極力ね、しゃがんだりとかした方がいいです。しゃがまないと、結構銅とかにバッツリ当たってフルダメージ食らったりするんで。 で、ここね、アホなのがね、このレースがね、金ボディ持ってるのに、味方が助けに来ないっていうね、そう、これ、本当にやっちゃいけないんだけど、あのー、特にね、プラ、ダイヤまでのランクの人で多い、これは、この立ち回り方は、あの、味方が打ち合いに行ってんのに、まあ、あの、1人だけつあの、カバー行かないとか、あとこれ、ほら、今右側にこいついる、このワトソン。 本来はこのワトソンがレイスが打たれてる瞬間にカバー行かなきゃいけないところをなぜか行けてないっていうねまあそういうとこもあるよねだからなんか本当さ些細なミスなんだよねでえまあ結局まあそういうミスをしてしまったせいもあってえ潰されてしまうとまあこれはねあるあるなんだけどねやっちゃダメだよねうん多分 <laughs> レイスブチ切れてると思うからね 室内にこもってたパスファインダーも実はいるからまあもう上の中にいるのはラスト1人パスファインダーだけっていうふうに分かってたからまあここはあえてね引かずにでしかもこっち金ボディだしなかなかいい感じにキルもできてるからまあもうやりに行こうっていうふうにもう、ま、街の姿勢でえちょっと構えてみますでまあもうまあぶっちゃけソロの立ち回り方と言われたら微妙かもしれないんだけどやっぱ打ち合うとこはしっかり打ち合うっていう意味で あの変に引いたりするとやっぱ終盤のエイムががばったりとかしちゃうんでまあこういう時はもうがっつりちゃうとまあ敵もねしかも敵の方がねフリーポジなんでまあここはちゃんと追っかけてしっかりエイム合わせていくっていう風なことですねで敵が室内に入ったからえー入りに行くとでこれね敵もねピースキーパーだったっていうねでこれピースキーパー戦う時にあの無駄に打たせるんだよねピースキーパーをピースキーパーを無駄に壁とかに打たせるようにすれば意外と防げたりするんで ま特にねやっぱレースとか使ってる人だったらあの対ピースキーパー戦もまあ楽とは言わないけど戦いやすいんじゃないかなっていうふうに思いますああいう壁とか柱とかうまく使えばキングスキャニオンなんかすごいクリプト使う人多くてなんか俺あんまクリプトのねなんか有用性がわかんないんだよななんかワールドエッジの時はねあの魚振りに行く時とかすごいクリプト強かったけどキンキャニオンはなんだろうななんかマップがあって 建物そんなにすごい多いってわけじゃないから実際どうなんですかねちょっとまああの分かる人いたら教えてほしいんだけど、まあ、クリプトの近距離にどういうとこが強いかっていうのをねちょっとね教えていただけるとありがたいですねで、えー、実はここにねソロのレイスがいると <laughs> いやこれはねレイスちょっとトロールっすね <laughs> これはね足音聞こえたら俺がや,やるんだったら 足音聞こえた段階でもう顔出して打ち合いに行った方がいいと思いますあれはもうぶっちゃけバレることのもう時間の問題だからで今のって足音的にもう一人しかいないっていうふうにもう確定で分かってるんですよだからちゃんと打ち合いに行った方がいいですねで一応クリプトドローンも今みたいに、まあ、ウルト使われそうだったらすぐ壊すというふうな感じですで建物の中に足音聞こえて打ち合いに行くんだけどまさかの一発も弾が当たんなくてすぐ逃げるとでもう当たんないなと思ったらすぐ引いていいです でえー、ジブラルタル見るけどちょっとエイムはが,がばって当たんないと。で、相手がもうミリだったじゃないですか、今。ミリだったからこれ、あえて詰めます。あえて。で、クリプト倒して、ジブラルタルもを倒すと。あのー、これはね、まあ、単純にジブラルタルがもうミリだし、クリプト以外がいたとしてても、まぁ、あ、国空で、 まあ、ワンチャン握れるかなみたいな。まあ、濃くなかったか今の状態だったら。まあ、ちょっと分かんないけど。まあ、レイスだか、ら多分なんとかなるだろうみたいな感覚でやってましたね。うん。まあ、結果的にね、ジブラレタルしかいなかったし、まあ、HP も削れてたから、OK っていう。で、ここはね、危なかったね。一発も被弾しなかったのが良かったけど、これ、何発も食らってたら、多分下手したら死んでたっていうね。二、三発食らわせられてたら、きっと俺は詰められてたんじゃないかな。だから、今の立ち回り方はちょっと NG、タブーだね。 うん、もうちょっと減ってるかなと思ったんだけど、まあ、減ってなかったっていうで敵がジップ刺してきてこの家を取ってくるとでやっぱりこういうアンチになってくると建物が、まあ、すごく強いしで特にあのー、キンキャニはなんかねすごい高所が最終エリアに入ってたりすることってめちゃくちゃ多いからああいう感じでねパスファインダーをね使って無理やりジップ引いてね上取ってくるみたいな戦法をする人が多いんでもしまあ一人でもね あのー、上を取れた後で高所を取れたってなったらマジで魚ョ振られないように上を取られないように、えー、警戒した方がいいですでこんな感じでね敵が反対側の家の方に登ってくるとでエイムがかなり頑張ってこれ全然破クが当たんないっていうねなぜか当たんなくて、えー、プラプラで倒すと <laughs> これもねちょっと危なかったねでも向こうにいる敵はもう一人って分かってるんでまああいつはもうぶっちゃけ もうほっといて、あとは下にいる敵をどうするかっていう。で、下にいる敵はさっきの,なあの情報で自分の中ではもう3人いるって分かったんで、もうここで殲滅しに行きます。で、残り1人のパーティーは大体3部隊で撃ち合ってこないってことは、きっと1人なんだろうなっていうふうにもう思ってたんで、もうじゃあこいつら俺が倒すしかないってことでやってますね。で、特に下の敵と撃ち合ってた段階だったんで、多分 HP も削れてるだろうなみたいな感覚でやってます。で、 ここでね、テルミットグリネードが炸裂するんですよね。で、テルミットを持っててよかったなと思ったのが、やっぱダウンしてる敵をここでね、1枚持ってくれるんですよ。で、そのテルミットに常時で逃げたやつを潰すと。そう、これはね、ちょっとね、まあ、敵も、まあ、ちょっと、ちょっとやっちゃったなって感じだよね。で、デジスコだから敵の場所がしっかり見えると。そう、それがね、デジスコやっぱ強いね。で、ここでコクを引くんですよ。 空とかポータルかポータルを引いた理由は単純に下で打ち合った時にこうやって打ち合ってやばいと思ったらすぐ引けるようにポータル引いてるんですよでこれ俺でもうまいなと思ったのがここで違うとこから降りるんだよねそこの時なんか俺ね無意識のうちにこれ降りてんだけどよくこれできたなっていうでまあ敵が来て柱をうまく使ってハボックでキルしてじじという感じですねまああのー、ちょっと解説って感じじゃなかったかもしれないけどまあ、要するに あのやれるところはしっかりやってあの1人の時は特に 1on1 になってるんでもう 1on2 やらずに 1on1 をしっかり戦っていくっていう風な感じを、えー、意識した方がいいんじゃないかなっていう風に思います、はい、あとはまあエイムが頑張らなければなんとかなると思います、はい。てな感じで、えーまあ、もしソロでなってしまった場合は、えー、ちょっとこんな感じで頑張ってみてくださいということでお疲れ様でした